さあ大津駅に着きました。ではここからはフェノロサという人を取り上げていきます。外国人が日本の良さに気づくっていうことがちょいちょい起こるんですよね。小泉八雲なんかもそうでしたけどね。でフェノロサは日本美術の良さに気づいて守ったっていう人なんです。ということでここからはフェノロサの生涯をお話ししていきます。アーネスト・フェノロサの墓まで3キロ歩きます。フェノロサは1853年にアメリカで生まれます。ハーバード大学で哲学と政治経済を学びます。なので専門は美術ではなかったんです。でも美術は大好きでアメリカの美術学校で学んでいました。そして25歳の時に東大で講義をするために来日します。それで日本の浮世絵とか仏像とかそういう日本美術に触れていきます。なんて美しいんだ、日本美術に感動します。しかしこの時の日本はちょうど明治自身の文明開化の時です。西洋の文化をガンガン取り入れていっています。それでなんか西洋の文化こそが尊いみたいな感じにみんな思ってきます。日本の文化ってダサいよねみたいな雰囲気が日本中を支配してしまっていました。廃仏毀釈と呼ばれる仏像をぶっ壊すっていう社会現象まで起こってしまいます。そんな日本の現状をフェノロサは嘆きます。そして日本の文化財を守るべきだ、そう言って立ち上がります。フェノロサは講演会を行ったりして日本美術がいかに素晴らしいかを主張します。そしてそれに気づいていない日本人たちを批判します。こんなに素晴らしい自分の国の文化を大切にしないで西洋の文化は素晴らしいなんて言われても西洋人は喜びませんよ、そう言って自国の文化を大切にすべきだと訴えます。さらに当時の日本には文化財を保護するという発想がありませんでした。欧米では博物館で文化財を保護するなんて当たり前です。日本も文化財を保護するべきだ、そう主張します。これを聞いた日本政府はハッとします。確かに欧米に追いつこうと必死になりすぎてた。こうして日本政府は1884年文化財の調査に乗り出します。フェノロサは顧問として同行します。ある日フェノロサは法隆寺にやってきます。法隆寺には夢殿という千年間扉を開けずに封印された建物があります。中には聖徳太子と同じ身長の仏像があると言われています。その扉を開けることは誰も許されていません。この扉を開けると大地震が起きて世界が滅ぶと言い伝えられ、法隆寺のお坊さんたちはみんなめちゃくちゃビビってました。これをフェノロサは開けに来たんです。お坊さんたちは必死に抵抗します。世界が滅びるからダメです。しかしフェノロサは政府の許可証を見せつけて半ば強引に扉の鍵を受け取ります。千年ぶりに鍵が差し込まれます。お坊さんたちはみんな逃げ出します。ついに扉が開くと中にはミイラのようなものが立っています。450メートルにも及ぶ布を剥がすと優しい笑顔の仏像が出てきます。そのあまりの美しさに調査団は言葉を失います。そして地震は起きず世界も滅びませんでした。フェノロサのおかげでこの久世観音像は今も毎年春と秋に一般公開されています。こんな感じでフェノロサは日本の素晴らしい文化財を調査してリストアップしていきます。このフェノロサの活動がきっかけとなって文化財保護法が制定され、日本の文化財が守られるようになったんです。さらにフェノロサは日本美術学校っていう専門学校を創設します。日本美術の素晴らしさを世界に発信します。キリスト教を捨てて仏教徒にもなります。もう誰よりも日本が大好きで、だからこそ日本の美術を守りたかったんですね。そして1890年にアメリカに帰るとボストン美術館の東洋部長に就任し日本美術を広めていきます。そして1908年大英博物館で調査中に心臓発作で倒れ55歳で亡くなります。さあこの先に宝明院があります。ちょっと階段を登った先にありましたね。でここにフェノロサのお墓があるということですね。まあ、フェノロサはロンドンで亡くなってロンドンで埋葬されるんですけど、遺言によって分骨されてここにも埋葬されるんですね。フェノロサは琵琶湖の景色が大好きで、まあ、特にここからの景色がお気に入りだったみたいで、それでここにもお墓を建ててくれっていう遺言を残したわけなんですね。ここから琵琶湖が見えるわけですよ。ここですね。この景色がフェノロサのお気に入りだったみたいですね。